次に岡本明子さん。岡本さん、立憲民主党無所属の岡本明子でございます。質問の機会をいただきありがとうございます。私からはマイナンバーカードあるいは行政サービスのデジタル化について伺っていきたいと思います。マイナンバーカード、マイナンバーおよびマイナンバーカード、私はデジタル化にとっては本当に大きな一つの価値ある存在だと思ってますし、これをしっかり重要な価値を持って活用していく、このことには賛同しております。ただこれはやっぱり大前提として国民の信頼がなければ成り立たないセンシティブなことでもあるということを重々受け止めた上で取り扱っていくということを本日確認させていただきたいと思います。マイナンバーカードは強制取得を強制しないという答弁、何度もお聞きをしております。しかし紙の保険証を廃止してマイナ保険証にという、一見矛盾した状態が依然として続いています。先日も他の委員会でも指摘しましたが、やはり高齢者の介護施設入居系で今まで保険証を、紙の状態の保険証をもう施設として預かっている介護施設非常に多くあります。これをマイナ保険証になったらマイナンバーカードとして保管をしなければいけない、そういう不安の声があります。総務省としてこのマイナンバーカードを集めて、第三者といいますか他人が集めて保管できる環境、これは推奨する立場なんでしょうか。大臣お答えください。松本総務大臣。令和6年秋の健康保険証の廃止を見据えまして、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会のワーキンググループにおいて、全国老人福祉施設協議会等の関係団体から、施設等が本人に代わって入所者のマイナンバーカードを管理することについて、ご意見を伺ったところでございます。これを受けて、同検討会の中間取りまとめにおきましては、暗証番号の設定に困難を抱える申請者がおられることを踏まえ、今後、暗証番号の取り扱いについて検討するとともに、施設入所者のマイナンバーカードの管理のあり方などについて取り扱いの留意点を整理した上で周知し、安心して管理がすることができる環境づくりを推進することとしているところでございます。今後、総務省におきましては関係省庁と連携しつつ関係団体のご意見も伺いながら検討を進め、中間取りまとめに記載された事項について対応して、施設等の入所者の方が安心してマイナンバーカードをお持ちいただけるように取り組んでまいりたいと考えております。岡本さん。入所者の方、希望する方がマイナンバーカードを持つこと、それから保険証に載せること、このことは止めるものではありません。ただ、やはり第三者である、施設がマイナンバーカードを、保険証を預かるという形で、マイナンバーカードを集めて保管をするということについては私は慎重を期すべきだと思います。総務省としても、これからいろいろと情報収集をしたりデジタル庁としては安心して管理ができる環境を整えると言ってますが、具体的なところは何も示されておりません。この点はやはり総務省としてはやはりマイナンバーカードを集めるという前提に立つというよりは個々人の意思をしっかり尊重できること、私は少なくとも施設において例えばマイナ保険証に本人が載せてたとしても医療機関に持ち合わせずに保険証番号が分かること、それから本人が確実に本人だということが分かることをもって医療を受けたり、あるいは自己負担割合で適切に医療が受けられる、この権利を保障することで、必ずしもそのマイナンバーカードを施設が預かることを奨励する必要はないんだと思います。多分ちょっと同じ答弁になると思いますので、この点はぜひ総務大臣として受け止めていただきたいということをお伝えさせていただきます。それからですね、マイナンバーカードの交付に際してですが、私のところにもやはりご相談がありました。
政府としてはやっていないという答弁なんですが、実はマイナンバーカードを申請する際に、写真をつけなければいけない、パスポートとかもちろん障害者手帳も同じ条件ではあるんですが、視覚障害をお持ちの方から目が開けられていない写真なので使えない、使えないと、もう3回も写真の撮り直しを言われたと。でも視覚障害があって開きたくても開けないんだと、この心情をなぜ傷つけてまで写真の企画をした上でカードを持たせる形で圧力になってしまうのか、この点の質問をいただきました。個人のプライバシーや尊厳を傷つけてまでの強制をするものではないと思いますし、写真のあり方については多分デジタル庁あるいは総務省でもかなりその写真のあり方は周知をしてくれてるはずなんですが、現場ではそうなっていないということについて、ぜひ総務省の対応をお答えいただきたいですし、やはり個人、先ほどの介護もそうですけれども、個人のプライバシーや尊厳を傷つけてまで、あるいは他人にパスワードを設定させてまで、このマイナンバーカードを取ることを、強く奨励するということにはいかがと思います。この点大臣お答えいただきたいと思います。松本総務大臣。個人の尊厳やプライバシーが尊重されなければならないことは、おっしゃるとおりかというふうに思います。顔写真につきましては委員はよくご承知かというふうに思いますが、障害のある方などやむを得ない理由により企画に合った写真を撮影できない場合には、申請書の指名欄に理由を記載し送付していただくか、コールセンターに連絡していただくことでカードを発行することとしておりまして、自治体に対して具体的な例も示して改めて周知を行ったところでございます。また暗証番号につきましては、暗証番号の設定が困難であると認められる場合は、介助者や市町村職員が必要な補助を行うこととして差し支えないことなど留意事項を自治体に周知しているところでございますが、さらにこの度の検討会の中間取りまとめを踏まえて暗証番号の取り扱いにつきましては検討することといたしているところでございます。関係省庁と連携してカードを円滑に取得いただくための課題にしっかりと取り組んで環境整備をしてまいりたいと考えております。岡本さん。はい、希望する方が取りやすくするその環境を整えるということはさらにご努力をいただきたいと思います。で、一方でやはり個人の尊厳を傷つけるようなこと、ご本人が最終的に判断をして、やはりマイナンバーカード取得の是非、それからマイナ保険証を載せる是非、あくまでもやはり個人の意思を尊重していただきたいということをお伝えします。それからですね、ちょっとこれも当事者からご相談をいただきました。パスワード忘れたり、暗証番号あり方という話もありましたが、ロックがかかった場合、マイナンバーカードもう一回パスワード再設定のために市役所と向かわなければいけないんですが、マイナンバーカードのほかに本人確認書類が必要だということでした。で、今だったらまだ、保険証があります、あるいは免許証がありますになると思うんですが、今後マイナ保険証にして、それから免許証もマイナンバーカード一体化できますよという話の流れがある中で、マイナンバーカードに一体化した場合、何が本人確認書類になるんでしょうか。で、ちょっと資料1に書いておりますが、マイナンバーカードのほかにもう1点、本人確認書類をご持参くださいというものがございますが、この点、総務省、お答えください。吉川自治行政局長。お答えいたします。マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号を忘れた場合や、複数回入力を間違えたことでロックがかかった場合には、市町村窓口において必要な本人確認を行った上で、暗証番号の初期化、再設定の手続きを行っております。マイナンバーカードをお持ちいただければ、市町村窓口に設置された端末で、マイナンバーカードの IC チップに格納された券面の情報と、カードの券面そのものに記載された情報を照合することで、
本人確認が可能となっておりまして、他の本人確認書類は不要でございます。一方で、こうした方法のほか、マイナンバーカードに加えて、免許証などの別の本人確認書類を提示をいただき、双方の券面の情報を確認することで本人確認を行う方法もございまして、そうした方法により、本人確認を実施している自治体もあると承知しております。これらの取り扱いにつきましては、事務所利用料において、自治体にお示しをしているところであり、自治体においては、事務負担なども考慮して、本人確認の方法を案内しているものと考えております。岡本さん。はい、そうしますと、資料1、まあ、これ、AI に答えていただいているんですが、この返答は正しくはないということになるということなのが1点かということと、それからですね、まずそこお答えください。吉川自治行政局長。自治体によりまして、お示しいただいたその資料のような形で住民の皆さんにご案内している自治体もあるということでございます。岡本さん。はい、ここちょっとバラバラっていうのも非常に不安があります。私いくつか自治体見たんですが、ほとんどがこの、資料1と同じ状況です。まあ、これ総務大臣のご地元の姫路市の情報なんですが、多くの自治体がこういう状況です。で、パスポートを持っている人は確かに顔写真付きの本人一発でできますけれども、それ以外も免許証、それからまあ保険証も今二点確認で なっておりますけれども、とマイナンバーカード以外に個人を証明するものが逆になくなっていくとすると、非常にマイナンバーカード自体を紛失したらという恐怖も出てくることになりますので、と逆にそのためにも保険証とかパス免許証を手元に置いておいた方がいいんじゃないかということにもなりかねないということをご指摘させていただきます。時間がないのでちょっと最後になりますが、資料2をご覧ください。今回、マイナポータルのぴったりサービスで不在者投票オンラインで申し込みましたら、職員の方が見落としてて結果不在者投票できないという状況です。ちょっと一番最後の質問になりますが、オンラインで申請する側は楽にはなっていく、これは非常に進めるべきだと思いますが、一方で行政側の職員にとっては非常に負荷がかかっている、今特に過渡期なので負荷がかかっている状況です。窓口の対応もしなきゃいけない、郵送での受付もしなきゃいけない、加えて手が空いているときに、2回なり3回こういうオンラインのチェックもしなきゃいけない、こういう状況になっています。職員のスキルが必要だったり手間が増えたりする可能性があります。これも含めて十分な体制と財政的支援、自治体に対して支援するべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。松本総務大臣。地方自治体におきましては、人口減少に伴う人的財政的資源の制約といった課題もある中で、デジタル技術を活用して持続可能な行政サービスの提供体制を確保することは重要な課題であると認識をいたしております。マイナンバーカードの申請件数が9600万件となるなど、整備を進めてきたデジタル技術の基盤も活用して、地方自治体と住民との接点である窓口の改革をさらに進めていくべきと考えております。具体的には対面の紙申請から非対面のオンライン申請にシフトすること、対面でもシステムを利用して書かない申請にすることで、住民の利便性向上とともに職員にとっても申請をデータで扱うことにより、業務の削減につなげ、職員がさまざまな困難を抱え、より手を差し伸べるべき方へ自ら出向いて相談を行うなど、人でしかできない業務により力を注いでいくべきものと考えております。デジタルを活用した窓口業務改革を行う上では、デジタル人材の育成が急務でありまして、DX の取り組みの中核を担う職員のスキル向上等の研修にかかる経費などに対し、新たに特別交付税措置を講じることとしております。先進事例の横展開を図りながら、関係省庁と連携し、地方自治体の取り組みの支援を行ってまいりたいと思っております。デジタル地方 DX、自治体の DX の推進は大変重要なテーマでありますし、総務省としては行財政基盤を
地方自治体の行財政基盤を確保することは大切な役割であると考えておりますので、必要な対応ができるようにしてまいりたいと考えております。岡本さん。はい、ありがとうございます。まあ、スキルを上げていただくのはもちろん重要です。ただですね、窓口の、仕事量として、やはり過渡期の部分は、単純に作業量が楽になるんではなくて、負荷がかかるんだということについても、目を配っていただきたいと思います。時間になりましたので、質問できませんでしたが、デジタル庁にもお越しいただいております。今、デジタル庁で岡本さんに申し上げます。申し訳の時間が経過しておりますので、はい、質問をおまとめください。はい、死亡相続ワンストップサービスというのを検討していただいております。こういう身内が亡くなったときこそ、こういう行政の証明書、たくさん必要になったり、さみだれ式に後々必要になりますが、亡くなった本人のマイナンバーは失効してしまいます。そうなると、使えないものが出てきますので、ぜひ、デジ庁で検討しているこのワンストップサービス、さらに検討が進むことをご期待申し上げ、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。